皆さんこんにちは。 YouTuber でタレントのフワちゃん。そんなフワちゃんは先日のヤスコに対しての暴言でフワちゃんへの糾弾モードが止まらず、取り返しがつかないレベルの大事故となっています。この事態に対して宮根誠司さんがコメントしたことでさらに話題となっています。今回はフワちゃんの番組降板や宮根誠司さんからコメント、芸能関係者などからの本音について紹介していきます。キャスターの宮根誠司さんが7日 MC を務める日本テレビ系情報ライブミヤネ屋に生出演。そこでタレントで YouTuber のフワちゃんが自身の X 旧 Twitter でタレントやすこの投稿を引用して不適切な投稿を行ったとして謝罪した問題に触れ、フワちゃんへの SNS 上での批判に対して苦言を呈しました。宮根誠司さんはまずフワちゃんが不適切投稿を行いました、言ってはいけない言葉です、絶対言ってはいけない言葉なんですけどもとしつつ、フワちゃんがやすこに直接謝罪したとの一部報道を紹介。その後9日での同番組への出演の際にはフワちゃんがやすこに対する不適切投稿を公式 X で8日に謝罪したことを受け、こういうノリってもうやめませんと訴え、問題となり削除した投稿についてフワちゃんはやすこさんの投稿にこれにアンチコメントがつくならといった趣旨でとその場にいた人に見せたところ、実際に誤って投稿してしまった誤爆だとも説明しました。これに宮根誠司さんはノリというか遊びでやったことを実際に投稿してしまったということですが、本心じゃないとしてもアンチコメントがつくならどういうコメントだろうっていう、そういうノリとか遊びってもうやめませんと訴え、遊びっていうことがどん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 拡散していった、そういうこと自体が嫌な世の中になってるし、こういうことやめましょうよ。やすこさんが会ったということはある程度フワちゃんと話はできたと思うんですよね。フワちゃんが謝って、結局これはもうお二人の問題、やすこさんが OK ならば我々第三者が言うことではないですし SNS で言うことではないですよねと冷静に呼びかけていました。そして SNS って使い方によってはとんでもない人を傷つける武器になるっていうことをどこかに置いておかないとと話しました。この意見に対して元阪神外野手で野球解説者の赤星憲広氏は、これは正直2人がそこで許し合えればそれはいいんじゃないかと思ってましたと同意。さらに今後 SNS の使い方を考えなきゃいけないし、言っちゃいけないこと言ってるわけですよ。 SNS みたいな皆さんが見れるようなところで投稿していること自体が、そこはしっかり反省していただかなければいけないとし、宮根誠司さんはフワちゃんはもちろん反省をしてやすこさんに謝ったということだと思います。やすこさんも会ったということはある程度フワちゃんの謝罪っていうのは受け入れたと思いますと再度主張。その上で元日本テレビ解説委員の小西美穂氏へ向け、 SNS でフワちゃんを必要以上に誹謗中傷するっていうところ、これを断ち切らないとなんか嫌ですよねと水を向けると、小西氏は言葉の暴力っていうのはあってはならないと思うんです、短所がどういう点であったとしてもと主張。フワちゃんっていう自由奔放なキャラクターじゃないですか、そういうのを求めてきたっていう一方で一線を越えちゃいけない、絶対に公共の場で言ってはいけない、容認できない発言を超えると厳しい批判にさらされる、誹謗中傷まで受けるってことが浮き彫りになっていると指摘しました。これを受け宮根誠司さんは、言っちゃいけない言葉なんですけども、フワちゃんに対して必要以上に SNS で今度はフワちゃんを誹謗中傷するっていう負の連鎖っていうか、それを見てると恐ろしいことになると思うと、フワちゃんへの SNS 攻撃についての苦言を繰り返しました。そんなフワちゃんはパーソナリティを務めるフワちゃんのオールナイトニッポンゼロから降板すると発表があり、サイトでは日本放送では番組基準というルールを設けており、他者を尊重しない誹謗中傷する行為については決して認めることができないと考えております。フワちゃんの今回の不適切な投稿は
番組外での発信ではありますが、当社の考え方に著しく反するものであり、オールナイトニッポンゼロの降板を決定いたしましたとの見解を伝え、その上でなお8月12日月曜日からの同番組のパーソナリティについては現在調整中ですので、決まり次第発表しますと伝えました。このような対応がされているフワちゃんに対して、芸能界史上最速の追放とささやく声も多くありました。ですが、そもそもテレビはなぜここまでフワちゃんというタレントを重宝にしてきたのでしょうか。制作サイドはフワちゃんの不適切投稿を受けて、レギュラー番組の行列のできる相談所の11日の放送回は変更なしとしたものの、翌週以降の放送は確認中だと明かし、ある番組制作関係者は、フワちゃんのカラフルな衣装と髪型は画面的にも映えますし、時にはひな壇芸人より面白いことを言うから、さらば青春の光の森田哲也もフワちゃんによく、結局こいつに持ってかれるわと言ってました。あの異常なテンションで芸人をも飲み込むシーンも多々あり、番組側はそれを求めていました。しかも本人はバズらせたい一心から、何を言われても滑ってもへこたれない強さがあった。だからこそフワちゃんを出しておけばいいじゃんとなりやすかった。犯罪レベルのことはしないまでも、失言をやらかすことは織り込み済みで、今回はそれがたまたま X だっただけではという印象ですと起用し続けていた理由について語っていました。とはいえ、このコンプライアンスの厳しい時代、いつかやらかす心配のあるタレントを番組で起用し続けるリスクは考えなかったのでしょうか。これについては別のバラエティ番組の AD が、フワちゃんはキャスティング時によく上がる名前です、コントロールの効きにくさがすでに視聴者にも認知されてるから、フワちゃんがやったことだから仕方ないと見てもらえて、苦情にもつながりにくい。仮にフワちゃんが出過ぎたことをしても、番組ではなくフワちゃん自身にヘイトが向きやすいから、番組のせいにならないというか、もちろん番組として謝罪することもありますが、フワちゃんだからと許されることを見越していた部分も大いにありますと説明していました。また制作側としては、台本通りに動かないチャレンジングなところも買っていたとも言っており、スポーツバラエティ番組で中堅芸人と共にフワちゃんが出演するコーナーを担当したディレクターは、番組には台本があり、我々としては演者がその通り完璧にやってくれたら助かる反面、予定調和を壊してほしいという思いも常にある。そういう時にフワちゃんはいい風を吹かせてくれてました。私が担当したスポーツバラエティ番組では、お題を全力でこなし、スタッフ受けも良かった。フワちゃんの無礼な態度を疎ましく思うタレントさんはいたかもしれないですが、私の知る限りスタッフ受けは良かったですと語り、あるワイドショー番組のプロデューサーは、ああ見えて意外と常識はあったし、若手代表、若い声として使いやすい子だったとし、だからこそ今後も現場としては使いたいけど、フワちゃんを今後出せるかどうかはあくまでも局判断と肩を落としていました。さらに別番組のディレクターは、壊し屋とか破壊者として江頭二次50分さん的な使われ方ですよね。その後、いい意味で人に気を使わないキャラクターが認知され、破壊者からタレントとして人気者になっていきましたよね。今回の不適切投稿が非難されるまでは、フワちゃんのそういうところを注意する方がダサいみたいな空気があったのかもしれないとまで言っていました。そんなフワちゃんは2017年に某事務所を解雇されてからは、無所属のフリーランスとして活動していたため、スケジュール調整するマネージャー的な存在はいたでしょうが、教育してくれる存在はいなかったのではないかと推測されます。これについては、唯一のバックはフワちゃんの大親友であり、テレビ業界に連れ込んだ存在である指原莉乃でしょう。冊子が2019年4月に、うちのガヤがすみませんで大注目の YouTuber 芸人と紹介してから、テレビで引っ張りだこになりました。その後、冊子がテレビに出る時のノウハウを教えたり、 X への投稿についても、そういう発言は良くないとチェックし、
削除させたこともあったそうです。けれど今回はさすがに察し、もかばいきれないところはあったでしょうね、と話しました。また2020年5月に発売されたフワちゃん完全攻略本というムック本では、指原さんとフワちゃんの対談が収録されており、そこで指原さんは絶妙なラインで生きている子だなって思った。英語を話せたり気を使えたりと常識もあるんだけど、本質的にどこか欠けている部分があるから、いつか大炎上して終わると思う、と語っていました。いかがでしたでしょうか。今回はフワちゃんの番組降板や宮根誠司さんからコメント、芸能関係者などからの本音について紹介していきました。人気絶頂だったフワちゃんは本当にこのまま終わってしまうのでしょうか。一部業界関係者の間では、過去にも芸能人の不適切な発言はあったが、ここまで迅速な番組 CM の中止対応は初めてではないかとの声もあります。今後のフワちゃんの言動と芸能界からの対応にも注目です。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。